サンルダム上流で水没しない地域に木を植えて、この地区の植生を保護し、再生していくための植樹会が24日、サンル12線で行われました。前日からの雨で開催が危ぶまれていましたが、当日は雨も上がり、この会には名寄や旭川、そして札幌からも参加者があり、約70名が植樹しました。植樹会は平成12年、2000年に始まり、今回で25回目を迎えます。これまでの植樹会で植えられた本数は合計2万6千本となり、成長の早い木はすでに高さ10メートルを超えており、徐々に森を形成しています。植樹会を始める前に、会の係員が参加者にどのようにして植えていくのかの説明があり、参加者は熱心に手順を聞いていました。マルチで覆われた植樹場所には8つの穴が開けられており、どこに何を植えたかの記録が取られて、将来の森林管理に役立てることになります。会場には七かまどや八千玉、春ニレなど、この地区に自生している木々から採取された種から育てた苗木16種類が用意され、参加者は渡されたトレーに数種類のポットを載せて、記録を記入するボードを受け取って指定の植樹場所に植えていきました。八千玉、はい、9センチ、はい。でここの場合は鹿が非常に最近増えているということと、それから牧草地でですね、牧草地の中で木を植えるというのは非常に難しいと、そういうことをクリアするために鹿の柵を作ったり、それから防草シートというシートをですね、敷くようにしたりして、で、目標としているですね、開拓以前にあったようないろんな種類の、木が入り混じった森で、単に森じゃなく、普通の森ではなくて、そこに、これから森ができてきた時に人が 入ってですね、こう森林浴を楽しめるとか、それからいろんな動物がその森から恩恵を受けるとか、でさらにですね、その生えてきた機能をですね、いろんな形で利用するということも考えてますね。課題はこの植樹場所は鹿の生息地でもあり、しっかり対策を取っていないと苗や若木が食べられてしまう危険性も大きく、フェンスが引っかかったりして鹿の侵入を許してしまったセクションもあり、豊かな森林づくりでは野生動物と人間の攻防戦が続けられることになります。夏休みの間定番となっているラジオ体操が今年も八皿公園で始まりました。朝6時過ぎ、普段ならまだ寝ているかもしれない子どもたちですが、この日は開始時間の6時半に間に合うように次々と公園にやってきます。小中学校の夏休みは前日から始まっており、ラジオ体操はこの日から8月10日まで日曜日を除く毎日開催されます。会場に来た子どもたちに夏休みの過ごし方を聞いてみました。今年の夏休みはどんな夏休みにしたいですか？テニスで1位を取りたいです。今年はどんな夏休みにしたい？楽しい夏休みにしたいです。最後までずっと出ますか？1日休みずつぐらいに来ます。6年生のあなたは？まあ、予定がない限りは行けたらいいなって思ってます。6時半の開始時には30人ほどが集まり、ラジオから流れる体操の掛け声に合わせて子どもたちは腕を振ったり体を反らしたりして、まだ眠気の残る体をほぐしていました。体操が終わると参加者は出席カードを受け取っていましたが、出席する回数に応じて特別仕様のしもりにシールがもらえることになっており、頑張って出席してできるだけ多くのシールをもらうのを夏休みの目標にするにはいいアイデアかもしれません。
スキージャンプ競技で輝かしい成績を収め、下川の名前を世界に発信してくれた功績を称えて贈る賞の授与式が26日行われ、活躍した6人に町から表彰状などが手渡されました。会場のバスターミナルにはスキージャンプをサポートする町民や若きジャンプ選手が通う下川商業高校の先輩後輩など130名が集まり、名誉ある表彰を称えました。午後6時から始まった表彰式は、会場後方のドアが開くと大きな拍手の中、最初に葛西紀明選手が入場、それに続いて伊藤有希選手、そして他4人の選手が続きました。ステージに上がった6人を称えて、田村町長からこれまで築き上げてきた活躍の概要が読み上げられ、下川町への貢献度の高さに感謝する言葉が伝えられました。葛西紀明選手には下川町レジェンドスポーツ賞が、伊藤有希選手には下川町特別スポーツ栄誉賞が授与されました。他に二階堂蓮選手、岩崎理子選手、長谷川芽衣選手、郡司真奈選手らが表彰を受けました。受賞者を代表して葛西紀明選手が、素晴らしい賞をいただきありがとうございます、この表彰に恥じないよう日々努力を続けていきたいと挨拶しました。この後受賞者全員で記念撮影を行い、歓迎の祝賀会に入りました。翌27日は名寄でサンピラー国体記念第21回サマージャンプ大会の競技があり、男子ノーマルヒルでは葛西選手が13位、同じく女子ノーマルヒルでは伊藤有希選手が1位という成績を収めました。手作りの品物や丹精込めて栽培した野菜や果物を安く提供するシモリンマルシェが8月3日、木漏れ日で開催され、多くの人で賑わいました。いつもは木漏れ日の中庭で行われていますが、今回は通りに面した駐車場に販売のブースが設けられ、11の出店がありました。10時から始まったマルシェ、卵販売のブースでは用意した箱入りのケースが人気で、早い時間に売り切れとなりました。またブルーベリーやハスカップなどを売る個人農園でも、ブルーベリーのパックが人気で、早い時間での品切れとなっていました。それとは別に長い列ができていたのが、子どもたちに人気の綿あめ販売で、機械の前には子連れで来た親子が甘い香りがする中で順番を待っていました。子どもたちは買ってもらった綿あめを美味しそうに頬張っていました。主催している町の産業振興課では、秋の収穫時に2回目のマルシェを予定しています。次回も通りに面した駐車場で行うことにしており、多くの人の目に触れてもらえればもっとたくさんの人手が見込まれるはずと話していました。
下川神社本祭りの神輿行列が8日行われ、町内外からの担ぎ手が威勢のいい掛け声で通りを練り歩き、年に一度の祭典を盛り上げていました。下川神社の入り口や境内には旗や提灯が飾り付けられ、雰囲気は祭り一色です。出発前に境内では神輿の担ぎ手と神輿が神主のお祓いを受けました。どうぞお乗りください。その後、威勢のいい掛け声で担ぎ手たちに担がれた神輿は国道へ出て、この日の行列のコースを時間をかけて進んでいきました。予定されていた小学校の鼓笛隊の演奏は雨の予報が出されていたために、昨年に続いて中止となりました。今年の神輿修練所は6カ所に設けられ、それぞれにお供え物が並べられたテーブルが置かれ、神輿の先頭を進む神主らが立ち寄って神事を行っていました。天気は雨の予報が出ており、行程の途中で少し強く降った時間がありましたが、長続きせず、後半は雨の心配もなく、この日のメイン行事が終了しました。神輿行列を見に来た人に聞いてみました。昔はたくさん見てる人がいたんですけどね、最近もう少ないんですけど、どう思います？なんかちょっと寂しいですね。せっかくお祭り、こうやって雨降らないでおみこしできたので、すごいちょっと寂しいですね。人がいないっていうのが。老人介護施設のあけぼの園では、みこしの到着前から多くの入居者が玄関先に設けられたテントの下で待っていました。みこしをエッサ、エッサと担ぐ姿を見たり、下川渓流太鼓の太鼓の音を聞いたりして楽しんだようです。夜はハピネスで歌謡ショーや若い人のストリートダンスがあり、最後は餅まきもあって、規模は小さくなったものの、それなりに祭りの体制は整っていたようです。